ンキャンパスです。高校生に大学を公開する日です。早速行ってみましょう。人文社会科学部は社会を総合的に理解し、地域社会や国際社会に貢献できる人材を養成する学部です。美術系の授業で公務員の方と一緒に動画編集を学んだり、その自分でクライアントが求めた希望に対して自分がデザインしてそれを返すという取引をしています。こちらは教育学部です。教育学部は地域の教育ニーズに応え、教育の理論と実践力を兼ね備えた教員を養成する学部です。普段どのようなことを学んでいますか？体育の、教材作りに関して、普通のスポーツをスポーツのままではなくて、子どもたちが楽しみやすいようなルールだったりとか場所作りっていうことを今は勉強しています。こちらはキャンパスの一番北側にある理工学部です。理工学部には3つの学科があり、たくさんの独創的で創造的な研究が行われています。特に材料に興味を持ったのは趣味が自転車だったので、金属だったりとかカーボンだったりとか、その材料によって特性が変わるっていうのを知って、特にこのマテリアルコースの材料コースに興味を持ちました。工学ガールズというのは今日ですとこんな風にオープンキャンパスで女子専用の相談室を開催しまして、女の子が少しでも理工学に興味を持ってもらえるような活動をしております。こちらは岩手大学の中でも一番歴史の長い農学部です。農漁村の過疎化、環境汚染、食料環境問題、バイオテクノロジー、情報科学など様々な分野を研究対象としています。私はもともと農業に関わりたいなっていうのが念頭にあって、岩手の農業について学べるのは岩手大学がやっぱり一番なんじゃないかなっていうことで、この大学とこの学部を選びました。4つの学部を紹介してきましたが、どうでしたか？入ってみたい学部はありましたか？ぜひ岩手大学に来てください。私たちは岩手大学を応援しています。